どうも、ナスビーです。今回はサンブレイク式ハンマーの紹介。残念な面が目立った哀愁漂う武器種だったが、新技とバランス調整でいい具合に復権。スタン性能も火力も見違えるほど上がった。もうお祈りクレーターぶっ破するだけの武器じゃない。むしろあんなものもういらない。それをお見せしようと思う。武器はラスボスのごついやつ。長い切れ味は頑張ればモンスター1体分は持つ。交流魂はないよりまし程度の会心サポート。きつめのマイナス会心は恐竜ショート弱得をベースに。力の解放と音も方向で不足分をカバー。防具は物理効果力会心のテンプレ構成。自傷ダメージを決起で補いつつ恐竜ショーで会心を盛る。残りはハンマー用に KO や元気で強みを伸ばす。切れ味系はラスボス武器なら大体なしでいける。新スキルはラスボスの福間共鳴。メルゼナの決起、シャガルの恐竜ショー、おまけでついた連撃。連撃はサンブレイクハンマーの手数なら腐らない。むしろそこらの軽量武器並みに手数が増えた。続いて入れ替え技。今回は福間共鳴に合わせて青が主体なので、赤い方は開幕チェンジでお留守番。クレーターももはやいらない子になりつつあるのでお留守番。そのおかげでかけり無視依存が極めて低い立ち回りになる。青は火力とひるみサポートのバースト。そして優秀な回避技のキープスウェイ。新しい回転攻撃もコンボで非常に重要なので採用。ため竜は仕様変更で化けたためほぼ一択状態。今のハンマーは入れ替え技は1セットで何ら問題なく戦える。バーストとクレーターを使い分けるスタイルだと、バフリセットで福間共鳴の恩恵を生かしきれない。バーストのみで立ち回った方が火力が安定し、かけり虫をキープスウェイに多めに咲くことができる。クレーター当てなきゃ火力がゴミと言われ続けたハンマー。途中でスタンしてメインにヒットが外れたり、微妙に頭浮いてるせいで最後当たらなかったり、あえて特大の単発ダメージにしないあたり悔しさが溢れている。要するにあんなのもういらないってこと。では新時代の低燃費ハンマーをお見せしよう。赤セット終了のお知らせ。クレーターの文字は意地でも表示させない。今回はダメージが気持ちいいバゼルが相手。すぐ上に飛べるようになったので撮影が楽になった。とりあえずバフ3種盛り、近くのかけり虫と雲を回収して開幕ムーブに備える。バギーのせいで勝手に怒り出すのは仕様なので諦める。タチとかは開幕ムーブを潰されてブチギレ案件。ハンマーはその点まだまし、水面打ちとかいう開幕方向でしか使われないカウンター。一応修正で使いやすくなったが、溜めてる最中は使えないので結局出番は少ない。とりあえず開幕ムーブを潰されても雲がいれば関係ない。強制的にダウンさせてスタンまで持っていける。溜め竜は即チャージされるようになったので DPS 大幅アップ。バーストと合わせて手数も大幅に増えたため、ワンコンボであっさりスタンが取れるようになった。恐竜ショーも克服して赤ゲージ回収。ここから会心率も上がって本気モード。無防備だったため中もキープスウェイで簡単回避。ため段階を維持できるのでコンボが途切れないのが強み。これ一つでハンマーの立ち回りに革命が起こる。今までストレスだった部分は大体これだけで解消される。回避技やカウンター技の重要性が身に染みる。この真横の爆弾ですらキープスウェイなら回避できる。そして流れるような回避コンボ。ここいらで新しい回転攻撃も拾う。ため辺からの即チャージ始動。そして勢いを利用して青に戻してフィニッシュ。やや当てにくいがかなり強いループ技であり、これの DPS はクレーターを交えたコンボと大差ない。むしろ安定感的にこっちの方が上かもしれない。かけり虫を2匹消費してギャンブルする利点がなくなってくる。空中だろうと置き判定でどうにでもなる。撃墜まではいけなかった。まあ突っ込んでくる場所が分かってれば、罠を置いておけば簡単に捕まえられる。ちなみに当たり判定が強すぎるためスウェイでは避けられない。やや早めにダイブして追撃の余裕を持たせておく。おいバースト切れてるぞ。しかも翼に判定持っていかれる理不尽。リーチ短いのに吸われる時はしっかり吸われる悔しい感じ。やはりハンマーにはまだ悔しさの名残が残っている。ここいらでバーストもバイプッシュしないともったいない。頭にフルヒットするタイミングでぶち込む。ちゃんと当たるとこれも地味にいいダメージ。コンボの仕切り直しにも使えるのでつなぎにも便利。
ここは都合よく壁に謎生物がいるので使っていく。クレーター2回くらいのダメージは出てるはず。これはナイスすぎる音も、アイルーが優秀すぎてガルク全然使ってない気がする。持ちつきフィニッシュで1400も出た。バーストが乗らない通常コンボでもこれだけは DPS で勝ってる。ボーナスタイムが終わってしまった。この状態だとダメージが違いすぎて気持ちよくない。まあすぐぶち切れるだろう。捕獲とか舐めたことするわけない。こいつは滅ぼさねばならない。というか撮影では捕獲はしないと決めている。構え直しの隙を買ってくる悪質。スウェイが万能でもここだけは防げない。そしてこのあまり怖くない大技。ここだけは謎の忖度を感じる。アイスボーンの時はもっと豪快にたぎってた。きっとアプデでいい感じにたぎってくれるだろう。所詮は残裂ハメで初心者にすら分からされる存在。進化したハンマーの敵ではなかった。とりあえず4分、ガンナーの方が簡単で早いとか言ってはいけない。それ言い出したら近接の存在意義ほぼなくなるから、むしろこれだけボコボコにして4分耐えてることを褒めるべき。ちなみに左上のは待機時間のスキップモッド、サンブレイク対応してたので導入しておいた。倒した後の待機時間をすっ飛ばして拠点に帰れるので非常に便利。問題は L3 でカメラを自分に向けると、モッドの帰還キーと被ってて即帰還してしまうこと。さすがにしたいと記念撮影することまでは配慮されてなかった。まあハンマーの成長っぷりは伝わったかと思う。皆さんもクレーターの呪縛から解放されたハンマーをご堪能ください。ご視聴ありがとうございました。